こんにちは、えのき商店です。今日はセイントセイヤゴールドセイントウイスキーシリーズ第4弾ピスケスアフロディーテをご紹介いたします。こちらはですね、2022年12月からリリースが開始されたセイントセイヤのシリーズです。第4弾は魚座のアフロディーテということでございます。セイントセイヤはですね、1985年に車田先生が連載を開始した作品で、1986年にはテレビアニメ化、アテナ神殿へ至る唯一の道にある12球を守護し、黄金のクロスをまとった12名の最上級セイントはゴールドセイントと呼ばれ、作品ファンから絶大な人気を誇っています。ということでね、各月リリースされていくシリーズとなっております。で、今回のね、第4弾は3月14日の星座でコスモを駆使してバラの花を使った華麗なる技を繰り出す黄金セイントピスケスのアフロディーテということでございます。で、ピスケスアフロディーテの特徴なんですけれども、あまたのセイントの中でも随一の美貌の持ち主で、天と地の狭間に輝きを誇る美の精子と称される魚座のアフロディーテ。創業球だけでなく、強行の前と続く道をも猛毒のレモンローズによって守護するゴールドセイントです。その容姿と舞い踊るバラをイメージし、赤ワイン樽で熟成したモルト原酒をブレンドの一部として使用。黒バラの凶暴性や白バラの致命的な脅威を20年超えの熟成した非常にアタックの強いグレーンウイスキーで表現しました。からこそ正義と言い切る彼の気骨を伺わせつつ、優雅で華やかな風味のウイスキーです。ということでね、リッチ系のウイスキーが好きな方におすすめな仕上がりとなっております。それではテイスティングノートをご紹介いたしましょう。艶やかでフラワリーな香り立ち、アールグレイ、ミックスベリーとレアチーズのケーキ、やがて気品ある赤ワインのサワリーさが追従し、終始エレガントな香りが鼻腔にささやきかけます。口当たりがシルキーな口当たり、彩りの豊かな花々とミックスベリーのパレードが口内に咲き誇ります。寄り添うようにクラナ感を思わせるデザートや赤ワインのヒントも、伸びやかな色調の中に弾けるほのかなピンクペッパーということでございます。公式テイスティングノートのね、この香りが鼻腔にささやきかけるという表現がもうこのキャラを表していて面白いですね。はい、ということでね、こちらは赤ワイン系のモルト原酒を使ったブレンディットウイスキーということで、リッチ系のねウイスキーが好きな方、マッカランとかね、グレンファークラス、グレントルナックが好きな方にはおすすめかなと思います。はい、ということで今回はセイントセイヤゴールドセイントウイスキーシリーズ第4弾ピスケスアフロディーテのご紹介でした。ご視聴どうもありがとうございました。